伊藤くん優香さんです。おめでとうございます。本日はお越しいただきありがとうございます。そして私をミスアースジャパンに選んでいただきありがとうございます。まだミスアースジャパンになったという実感はありませんが、世界大会に向けて32人のファイナリストの気持ちをと一緒に世界大会頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。私が選んでいただけると思っていなかったので、とても実感が湧かないです。ちなみに名前を呼ばれた際はどういうふうに？すごく驚いたんですけど、頑張ろうと思いました。ボランティアとかはしたことはないんですけれども、マイバッグを持ち歩いたり、マイボトルを持ち歩いたりするようには心がけています。経済学部で主に国際金融論を学んでます、はい。将来的には何だろうとしてたんですか？将来はもともと航空の会社に就きたかったんですけど、今は将来自分で会社を経営したいと思っていて、はい、日本人と外国の方がお互い助け合えるようなプラットフォームを作るような会社を作りたいと思ってます。女性ではないんですけど、はい、杉浦中年に憧れていて、はい、その自分の信念を曲げないで正しいと思う道に進んでいく姿がとても、自分もそういう風になりたいと思ってます。あと理想の男性のタイプってどんな方ですか？誠実な方がいいです。有名人でいうと？そうですね、大沢たかおが好きです。はい、具体的な目標はすごく大きなステージになると思うので、転ばないように歩きたいです。でトップ18に入りたいと思ってます。